伝説のシャチゴーダを追うはぐれ魔導霊士のミスティ・ジョーとオズ。二人は国を滅ぼされ逃亡の身となった王子レオンと王女ライラに出会った。その時レオンとライラが隠し持っていたハーメルの貝、それは世界の創造主マーがこの世に残したものとしてアガディア国に代々伝えられてきたものであった。そしてハーメルの貝と対をなすジェシカの貝とを合わせた時に世界は救われると言われていた。ダークリーフの暗黒の力を得たルース・ミラーは2つの貝を手に入れようと、まずはジョーとレオンたち一行に追っ手を放ったのだった。マーダムの命を受けた精鋭部隊100名組、その首領はかつてのジョーたちの師匠コズナーであった。信じられないよ、まさか師匠が百目組の棟梁になってるなんて。百目組？百目組とは一体？あんたたちを狙った二人組の仲間だよ。私たちを追ってきているのか。お兄様、百目組が追ってるのは一体誰なんだよ。おい、始末するいい機会だ。ジョーとオズを倒しハーメルの会は必ずいただく。奴らの前へ出ろ、功労を下げ。残された道はこれしかないだろう。サミ、なんだよ、どうしまったんだよ。この道しかないんだよ、幽霊海溝へのこの道しか。読み切れません。こんな小さな船では危険すぎます。追うぞ。しかし狙った獲物は必ず仕留めるのが我ら百名組。忘れたか。はっ。すげえ流れだ。このままじゃ船がぶっ壊されちまうぜ。サビ、もう遅いよ。
ディアの兄弟、まだ始末がつかぬのか。先ほど百目組より獲物を発見との連絡がありました。ハーメルの会、焼酎に収めるのも時間の問題と思われます。そうか、それは朗報。ただし、なんだ。以前コズナの弟子だった者が兄弟と同行しているとのこと。ならばそやつもまとめて片付ければよいではないか。しかし弟子とはいえかなりの手だれのようです。名前は？ミスティ・ジョート。はて、聞いたこともないな。どうせ道を外れた魔導霊士であろう。気にすることもあるまい。この剣に触れてはならぬ。お前ごときに御せるものではないぞ。お前にはこの体さえあればよいのだ。まことに美しいぞ。潰れなかったぜ。まったく運が良かったよ。ここはどこなのです？幽霊海溝さ。そうなんだろう。ああ、幽霊海溝、亡霊たちが集まってくるという、あの…別にどうってことないじゃん。お前さ、海流が読めるんならここの怖さがわかるんじゃないのかい？別に何も感じねえぜ。亡霊なんて迷信だよ、迷信。ならいいんだけどね。サミ、いくら見たってあんたの天使が見えるわけないだろ。うい、サミ、いい加減に忘れちまえな。さっさとこの薄気味悪い海溝を渡っちまうんだよ。分かったよ。旦那がね、ここで行方不明になったんだってさ。ここで？これは…オズ、あのさ、この船…動くんじゃねえ。おい、船を止めろ。止めるんだ。全員武器を捨てろ。ジョー、お前もだ。早くしろ。お前も百目組だったのか。船には戻るなって言っただろう。お前たちをこの二人から引き離すのが俺の仕事だったんだが、ったく、お前たちのおかげでとんだ面倒になっちまったぜ。昔から失敗ばっかやってたくせによ。自分の立場を考えていいな。
最後に笑うのはこの俺さ。なんだ、何もしちゃいないよ。てめえら船を動かすんじゃねえって言ってんだろ。沈んでんだよ。何が。この船のことさ、ついに捕まっちまったようだよサミー。ああ、もう火事も聞かない。潮の流れがこの船を上から押してるんだろう。このままだと戻れなくなるところまで引き込まれるよ。いい加減なことを。どうした。何ビビってんだよ。うるせえ。もうすぐコズナー様が来てくれるんだ。さっさと乾杯へ出やがれ。コズナ、ここは潮の流れが複雑なんだ。場所によって流れがあっちこっち向いてるんだ。要するに今の俺たちは最悪の流れに乗ってるってこと。コズナー様、あの船の周りは危険です。沈む力が強く浮かび上がれません。カマは近づけろ。はっ。ヤイシモ、お前らの目的は何なんだ。俺たちは王子と王女の命を狙ってるだけじゃないんじゃないのか。知りたいか。実のところお前たちの命なんざ後回しよ。この兄弟が持ってるお宝が目的なんだよ。ハーメルの会をいただきたいのさ。何？ハーメルの会？なんだそりゃ。おっと、なんだいそりゃ。こうも簡単に見つかるとはな。違います、この指輪。動くんじゃねえ。待て、その指を。違うとでも言うのか。こいつはもらっていくぜ。まったく育ちがいいと嘘をつくのも下手だぜ。ボスター様、たちはこの船と一緒に地獄へ沈んでいきな。あばよ。ジョーたちを始末しておまけにお宝まで手に入れたとなりゃ小心者だぜ。ジョー、てめえ話しやがれ。お前とはいろいろあったが、この辺でケリをつけさせてもらうぜ。死ねえ。コズナ様、シモンです。シモン、手に入れたのだろうな。おお、これがハーメルの会か。でかしたぞシモン。ジョー、ジョーなのか。久しぶりだなジョー。お前が仲間になればとずっと思っていたぞ。上がってこいよ。さあどうしたジョー。コズナ、あんたがそんな風になっちまったなんてヘドが出そうだよ。いつまでも師匠面してんじゃねえ。やれ。ジョー。おお、よかった、本当によかった。ジョー、何と礼を言えばよいのか。あり、ジョーは嬉しくないのかな。無理すんなよ。その回、ゴーダの額の印と何か関係あるのか。このハーメルの回とゴーダが持つジェシカの回は世界の運命を握っているのだ。だからこそ
邪悪な者どもに渡してはならないものなのだ。世界の運命より今の俺たちの運命だぜ。浮かび上がる方法を見つけなきゃ。上からの流れがまた強くなってるよ。下に流れる海流から抜け出せたらなんとかなるんだけど、このまま船ごと潰れちまうのかよ。時間の問題だね。そういうことあっさり言うなよな。オーズ、なんかいる。ヨーマだぜ。ヨーマだって？あれか？あれはただのナンパ船じゃないか。あれはウィリーの船だよ。違う、ヨーマだ。なんだ、いる。じゃない、間違いない、ヨーマだ。やつは暗い深海のヨーマだ。やつは動くものに反応してるだけなんだ。ヨーマだ、ヨーマがいますぜ。気にするな、ハーメルの貝を奪ってくるのだ。行け。邪魔するんじゃねえ。見てな、サミだ。